タイムボカンシリーズヤッターマン。タイムボカンシリーズヤッターマンは、九百七十七年一月一日から九百七十九年一月二十七日まで、フジテレビ系列で、毎週土曜十八時三十分十九時に、全百八話が放映された、タツノコプロ制作のテレビアニメ。タイムボカンシリーズ二作目に当たる一方、同シリーズとは別に、ヤッターマンのリメイクという扱いの作品がいくつか、 作られている。これらについては以下の各項目を参照。地球上のどこかにあるお宝のありかを示したアイテムを特定の個数、集めようとするヤッターマンとドロンボーイジミとの戦いを描いた作品。ヒーローに変身する男女ペアの主人公、ゾロメカ、て立豚、三悪メカ爆発時のドクログモなど、後にシリーズを象徴することになる要素のほとんどは、 本作品が書質である。つなぎをベースにしたヒーローコスチュームというのも異色である。シリーズの中でもタイムトラベルをしない希少な作品でもある。題材は初期には世界な不思議や世界各地の風物、世界的に有名な俳優、歌手などを扱っていた。その後にクールメイクよりタイム母ンのように名作児童文学や昔話、 電気などのパロディが激増する。舞台も江戸時代マガイの街を筆頭に中世ヨーロッパ、古代ローマ、古代ギリシャマガイの街といった明らかに現代とは思えない話が多い。サブタイトルの大半や登場人物、舞台はこれらの物語の元になっている話がわかるようなギャグパロディとなっていた。2年間の平均視聴率は20.1%、最高視聴率は 第11話の28.4%と、タツノコプロ制作のアニメの中で最も高い数字を残している。タカトクトイスが発売したヤッターワンの玩ングは出荷数120万個を超えた。番組終了後も、前日の通り本作品のリメイク作品がたびたび制作されたほか、1990年代にリリースされた OVA タイムボカン王道復古でも、初代の タイムボカンを差し置いて、本作品がメインを飾るなど、本作品がフィーチャーされる機会はシリーズ中でも比較的多い方である。文字多重放送を実施しており、高田ガン、ヤッターマン1号のセリフは黄色。上なり合い、ヤッターマン2号のセリフは青色。その他の人物のセリフは白で表示される。おもちゃ屋の息子、ガンちゃんは、 父親が製造途中で放棄してしまった大きな犬型のロボットをガールフレンドのアイちゃんと一緒に密かに完成させる。しかしガンちゃんは父親がロボット犬を金儲けの道具にしか使わないであろうことを危惧し、このロボット犬を正義のために役立てることを考え、自らも正義を守るヒーロー、ヤッターマンとなることを決意した。一方、イカ様商売で、 活動資金を荒稼ぎする悪党、ドロンボウ一味のもとに、泥棒の神様を自称する、ドクロベイと名乗る、謎の人物から、大金塊のありかを記したドクロストーンが4つに割れて、地球の方々に散らばっていて、1つは、自分が持っている。もし残り3つのドクロストーンを見つけることができたら、金塊は切半しようという申し出を受け、ドクロベイに従う。ドロンボーの計画を知ったガンちゃんたちは、 ロボット犬イコールヤッターワンを買って一味に立ち向かう。ドロンボー一味がインチキ商売で稼いだ金で、その商売にちなんだメカを作る。ガンちゃんとアイちゃんの二人がインチキ商売を嗅ぎつけ、店舗の赤いドクロマークで、ドロンボー一味の仕業と確信してから、潜入して、ドクロストーンに関する情報を入手する。ドロンボー一味は、ドクロベイの怪しげな情報をもとに、ドクロストーン探しに出る。 ヤッターマンはそれを追跡する。先にご当地に着くドロンボー一味、地元のトラブルに乗じ、ご当地の悪人や心の歪んだものを結託させ、言葉巧みに、ヤッターマンを陥れ、ドクロストーンとおぼしきものを殺衆。誠意もしくは実力で危機を脱したヤッターマンと馬脚を、表したドロンボー一味との戦闘。白兵戦は、ヤッターマンが圧 メカ戦に移行し序盤は、ドロンボー一味が優勢だが、ヤッターマンの、メカの下で生み出されたびっくりドッキリメカで、形成に悪点。そしてドロンボーメカは、多くの場合びっくりドッキリメカに解体され爆発、もしくは自爆スイッチで爆破され、毒ログモを残す。最後に、ヤッターマンは勝利のポーズを決める。勝利のポーズは前期、中期、後期と大きく分けて3種類がある。多くは、 誤解に基づく、ご当地トラブルは、ドロンボー一味の成敗とともに無事解決し、奪還されたターゲットが、ドクロストーンでないことも判明する。そして、ドロンボートの結託者は改心するか、ご当地の警察などに、御用になるかのどちらかとなる。本物は、第14話と第34話で見つかっており、第34話では、ヤッターマンが確保したものの、第84話で、 ドロンボー一味に奪われている。ドロンボー一味、三人のリジ転車で配送する途中、お仕置きだべの一言で、ドクロベのママより怖いお仕置きタイムが始まる。お仕置きの際、ドクロベがミュージックとコールすると、ベートーベンの運命のイントロ部分がお仕置きファンファーレとして流れ、直後にお仕置きが執行される。内容としては主に動物に襲われる。 ミサイルや爆弾に撃たれる、岩や隕石などの下敷きになる、檻に閉じ込められる、釜茹でや火炙りにされる、水中や砂地獄に落とされるというパターンが多い。変わったところでは、95話で逃亡の時に、劇中でドロンジョが約束を破ったキーザーの軍隊に追いかけられるというものもあった。後期には、押し置きポーズが登場し、その決めセリフは、毒ポンタン。 ヤッターマン、ナレーションと共に外旋する。本作品では2年と1ヶ月、ほぼ毎回にわたって、以上のフォーマットに則っ,った、ストーリー作りが通された。制作者側も、後期エンディングテーマ、ドロンボーの白明けの歌詞などで、こうした、マンネリを、自らネタにしてもいる。一方、前作でよく見られた、敗北した、サイの責任のなすり合いは、本作品では踏襲されず。 また時折蒸気のパターンが破られることもあるなど、視聴者を飽きさせない工夫がされている。後期に入ると、ナレーションの富山隆が BGM に合わせて歌うこともあった。歌詞はむね次の通りであり、今日もゆくゆく夕日の中を正義のみ、たやったまんきよくただしくうつゆくしくうがん、バーレーやったやったまん、時々サビの部分だけ歌って終わることもあった。 第31話、第34話、第61話、第96話、第99話、第101話、第103話、第105話では、ヤッターマンの凱旋シーンが省略された。上記のフォーマットは、テレビアニメ2作目でもおおむね踏襲されている。二人揃って、ヤッターマン。ヤッターワンを完成させた二人は、ドロンボー一味の悪だくみを知り、ヤッターマンとなって戦う。 基本的に何らかの形で、泥棒一味の企みを察知する。基本的にインチキ商売で、活動資金を得て、泥棒家業を働く。悪党にして、自称、偽族。たまに本気なのか冗談なのか自分たちが悪党であることを忘れることもあり、正しい心の持ち主の話を聞いて感動したり、自分たちより悪人に対して、ワイらより悪党だと発言した回がある。 三人を合わせて、ドロンボーを一味と称する。宿敵の名でもあり、口癖でもある、やったという言葉は彼らにとって演技が悪い言葉ということで禁句となっており、言った後はほぼ必ず悲惨な目にあっている。会によっては、ファンの力を借りるが、うまくいかず、特に電話に関してはファンに恵まれず、場合によってはファンがやった漫画側で彼らを騙して、裏切られた会も存在する。 ドクロベイからの理不尽すぎるお仕置きを受ける際、たまにいつか仕返ししてやると嘆いたり、ドクロストーンなんか知らない。と悪事をやめる発言をしたことがあるが次の回になると、それが嘘だったかのように彼に忠誠を誓っている。これらのことから、実質、作品に登場するほとんどのものが彼らの敵である。本放送の放映中は、前作のタイム母艦の魔女一味が解明したという設定だった。 前作、タイムボカン最終回で、マージョ一味は、短兵たちの街から姿を消すが、そのエンディングテーマ曲の中で、次回作宣伝を兼ねてマージョたち自身により、もうタイムボカンは終わりだよ。でも、次週からは、ドロンボー一味となって、世界中のお宝をいただくんだよ。私は、マージョ改めドロンジョ、じゃあ私は、クロッキー改めボヤッキー、ワルサー改め、 トンズラーというコメントが入っている。ヤッターメカ出動するヤッターメカの選択第27話から、第47話第58話第90話、びっくりドッキリメカ各ヤッターメカのピンチに、最主ガンちゃんの与えるメカの元により、ヤッターメカの内部で大量生産される、毎度姿の異なる小型メカ。ワンとキングは大型メカを出すことも可能。当初は、びっくりドッキリメカ、 ビッグショックメカ、ビッグラ百クラメカとヤッターメカによって正式名称は若干異なっていたが、後にビックリドッキリメカに統一された。ファンファーレ担当メカやッターメカがビックリドッキリメカを発信させる際に演奏を行うメカ。劇中では名称は語られていない。ヤッターワン、ヤッターペリカン、ヤッターアンコウ、ヤッターキング、ヤッタードジラ、ヤッターブルに内蔵されている。 演奏メカの形態と演奏曲はメカごとに以下の通りになっている。その他のメカについては以下の通りである。ヤッターワン基地ガンちゃんとアイちゃんの家の近所にある小さな古い家を改造して作った基地。もともとこの古民家は高田家と上なリケトが絡む建物と土地らしく、完成前のヤッターワンはこの古家屋奥に放置されていたもので、ペリカンもその奥で建造中の骨組み状態だった。 門は厳重に閉まっており、二人と思っちゃまは近くの古い戸から入る。ヤッターメカの格納庫は、ヤッターワンとヤッターペリカンまでの時代は、双方は別々の場所に格納していたが、ヤッターアンコウの登場後、三体は並列して並べ、ヤッターキングとヤッター像はこれらとは別の場所に格納した。またワンが大破後、基地内にワンをかたどった、ヤッターワンの神が祀られ、出撃前に、 お祈りをしていた。なおこの神には第34話でヤッターマンが入手したドクロストーンの一辺を隠している。通常の出撃方法は次の通り。また宇宙への出撃時には次のような方法で出撃した。所在地は極秘であるため、ドロンボー一味にも知られなかったが、第84話で議論前出動中のドロンボーが、 盗聴後に帰還しようとしたおもちゃまを発見した、ためごを追い、おもちゃまをハンマーで殴って気絶させた後に隠していた、ドクロストンの一辺を取り返した。ドロンボー一味ミの巨大メカ第一話でのレストラン、台所用品をモチーフにした、台所など、その話のインチキ商売がテーマとなっているデザインの、ものがほとんど。インチキ商売で得た資金を元手に、すべてボヤッキーが設計し、 トンズラーと共同で制作している。操縦と攻撃も主にボヤッキーの役名だが、ドロンジョやトンズラーも操縦や攻撃を担当することがある。コアとなるメカが基本的に存在しないが、第55話及び第57話ではコアメカらしきものがあった。コックピットの背後にはドロンジョ専用のバスルームがある。稀に予算の関係だといって、 冷凍食品が積んであったことが二度ほどあった。中盤からは視聴者からのアイデアによるメカ、さらに全国協会推薦メカが登場するようになる。コックピットメカ本作品のキャラは後にリバイバル企画タイムボカン王道復古の OVA においてその後が描かれた。3悪については CD タイムボカン名曲大全でタイムボカン王道復古までの解散後のエピソードを 聞くことがでできるるほか平成成タイム母艦では再びドロンボをを結成主役を務めている吉田達夫は放映中の1977年9月5日に高い。その後は達夫の後を継いだ弟の吉田健二が制作の指揮を取った。しかし本作品では健二の名はクレジットせず最終回まで達夫を制作者とした。レーベルは全てビクター音楽産業。 特に、ヤッターマンの歌は、山本正幸の歌唱作品としては、最大の50万枚を超える売り上げを記録した。ヤッターマンの歌、天才、ドロンボを収録したシングルは、リメイク版アニメ放送に際して2008年に、JVC エンタテインメントのフライングドッグレーベルから、CD で復刻された。その際、タイムボカン王道復刻のために制作された、ヤッターマンの歌93が追加され、 それぞれのカラオケも収録されている。第46話でヤッターキングが初めて作中に登場してから第59話でオープニング主題歌がヤッターキングに変更されるまでに13話のブランクが生じている。この期間、主題歌はヤッターマンの歌のまま映像のみヤッターキングが登場する新作画に差し替えられたオープニングが暫定的に使用されていた。 この OP では一部分でやったアペリカンやアンコウも登場している。VHSLDDVD などの映像ソフトや近年の再放送用素材においては該当話数のオープニングはすべて前期オープニングに差し替えられており、この中期オープニングは未収録となっている。DVD ではノンテロップ版の映像のみが最終巻の特典扱いで収録されているが、 音声は前期オープニングのものが流用されており、オリジナルものとは異なる。フィルム納品時代に地方局再放送用に、貸し出された16ミリフィルムの中には中期オープニングの素材が残っているものがあり、近年では2002年に3テレビで行われた再放送で映像が確認されている。系列は当時のもの。放送時間は個別に出展が提示されている。 物以外は放送当時に発行されていた番宣ポスターに記載されているものを使用する。1977年3月19日、東方チャンピオン祭り内で第5話のブローアップ版が上映された。上映時間は23分。平映は、キングコング隊、ゴジラ巨人軍物語進め、栄光栄、漫画日本昔話、円盤戦争版キットの4本。なお、 モバゲーでの提供もあるバタフライのモバナナでは実機シミュレーションアプリが配信されている。2018年10月19日より、やったーまんに王子と雷アイとボヤッキーがバーチャル YouTuber として YouTube で配信。キャラクターデザインはフライ。3D モデル作成は持ちヨコ。2018年2019年コラボ動画。 ありがとうございます。